入眠ラジオ、今月もお疲れ様でした。お疲れ様です。なるみやいつきです。涼しくなったと思ったら、我が家の換気の悪さも相まって、まだまだ湿気が高く蒸し暑いなぁと感じる日々がちょいちょいあって、未だにエアコンをつけたり消したりしている日々です。いや、シーズンオフのはずなのにエアコンくんには頼りっきりでね、申し訳ないですね。とりあえず今の家に越してきて初めて、もう5年以上経つはずなんですが、初めて業者の方に頼んでエアコン掃除してもらおうと予約を入れたので、一体どれだけね汚れているのか見せてもらおうかなと思っております。さて、外では金木犀の香りが漂い始めたり、スーパーの焼き芋の機械が本格的に稼働し始めたりと、いよいよ秋本番といった感じになってきましたが、前回のラジオでサンマ食べたいって言ってたのを覚えておりますでしょうか。あの後ちょっと家の近くで店を探してみたんですが、なんと一軒いい感じの定食屋さんが見つかりまして行ってきました。で、ちょっとね、チェーン店じゃない店、個人経営の定食屋さんとか、あと居酒屋さんとか行ったことある人わかると思うんですけど、こう仕様がさ、わからないというかどのメニュー見て注文すればいいんや、店員さんにもなんかちょっと聞きにくいみたいな、そういう状況が発生しました。で、最終的に自分で察したんですけど、席着いたらメニュー表があってみたいな店じゃなくて、店入ったら注文品が出てくる、なんかな、窓口のところの周りにお品書きがずらーっと壁にかかってて、でそれを見て窓口で注文するみたいな、そういう感じのシステムだったんですよね。まあ多分すいませんって呼んだら席の方まで来てくれるとは思うんですけど、席に明らかにメニューが置いてないというか、全部のメニューが載らなさそうな小さい写真立てみたいなメニューしかなかったんですよ。で、だから結局メニューちゃんと全部見ようと思ったら立って選ぶしかないみたいな。で、そのメニューの中に焼き魚、サンマ定食がね、ちょっと見当たらなかったので頼めなかったんですけど、まあ代わりにということでアジフライ定食をね、いただいてきました。いやー、まあめちゃめちゃ美味しかったですね。久々に人の手料理食べたなみたいな気持ちになったっていうのと、あと味噌汁が本当にもうめちゃめちゃうまい。私この味が好きなんだっていうのを発見させられたというか、なんというか、すごい初めて自分好みの味に出会えたなぁと思いました。もちろんアジフライも美味しかったんですけど、個人的ヒットはやっぱり味噌汁でしたね。あれおかわりしたかった。で、ちなみにサンマの焼き魚定食自体は、なんとまさかの席に置いてある方の小さいメニューに記載されていたので、またね、後日食べに行ってきます。なんかね、お魚メインに定食やってるところみたいで、イワシフライとかホッケとか他にもいろいろあって、で、別のお客さんとお店のお姉さんが話してたんですけど、やっぱお客さんの方もそこの店来るとお魚食べようかなって気になるらしくって、まあ、そんな感じでお魚料理の美味しい店なので、まあ、これから魚食いたいと思ったらここだなぁと人の話を聞きながら密かに思いました。で、本当いい店見つけられてよかったです、はい、といったところで、今月もメールフォームよりメッセージをいただいておりますので読んでいきたいと思います。天の川の主さんからのメッセージです。お疲れ様でございます。9月の初め頃、急に体調を崩しました。体温が38度に達し、頭痛がするし、喉も痛い。ついにコロナに感染したかと思ったのですが、1週間ほどで体調は回復。どうやら季節の変わり目にありがちな風邪だったようです。体調が悪いことには変わりはないため、ああ風邪でよかったとも言えないのですが。成宮さんもくれぐれもご自愛くださいませ。それでは失礼いたします。はい、ありがとうございます。ということで、それはお疲れ様でした本当にお疲れ様です。私はありがたいことにハウスダストで鼻炎が発生している程度で、ここ数年風邪はひいていないんですよね。まあ多分なんだかんだコロナの
あんまり言いたくないですけど、コロナのおかげでね、マスクとか手洗い消毒とかね、そういうののおかげでね、普通の風邪に対する感染対策がバッチリだったっていうのがやっぱりあるんだろうなという感じです。とはいえね、急な気温変化にだけはさしものコロナ対策も対応できないので、コロナ対策しっかりやってたのにって人の中にも、そこでやられて天の川のヌスさんみたいに風邪になっちゃったって人は一定数いるでしょうね。マジでそれに関してはちょっと風ガチャみたいな、まあそういう風にね、何でもガチャに例えるのよくないんですけど、本当にそういうガチャ的なね、趣がありますね。本当にこの時期って昨日は涼しかったのに今日は暑いとか、夜は寝苦しかったのに朝はめっちゃ寒いとか、そういう気温が微妙で服装も布団もいろいろ難しいんですよね。まあそれもそろそろ落ち着いてくると思いますので、それなりに体調に気をつけつつ万全の状態で冬に挑めたらいいですね。今年はユニクロで新しいあったかズボン買おうかな。宮沢賢治、インドラの網。その時、私は大変ひどく疲れていて、確か風と草ぼとの底に倒れていたのだと思います。その秋風の混沌の中で、私は私の鈴色の影帽子に随分馬鹿丁寧な別れの挨拶をやっていました。そしてただ一人、暗い苔もものカーペットを踏んでゼラ高原を歩いていきました。苔ももには赤い実もついていたのです。白い空が高原の上いっぱいに張って、香林山の時期よりもっと冷たく白いのでした。希薄な空気がミンミン鳴っていましたが、それは多分白磁器の雲の向こうを寂しく渡った日輪が、もう高原の西を限る黒いトゲトゲの山稜の向こうに落ちて薄明が来たために、そんなに寄進でいたのだろうと思います。私は魚のようにあえぎながら何遍も辺りを見回しました。ただ人影の鳥もいず、どこにも優しい毛玉のかすかな気配さえなかったのです。私は全体何を尋ねて、こんな危険の上の方、キンキン痛む空気の中を歩いているのか。私は一人で自分に尋ねました。苔ももがいつかなくなって、地面は乾いた灰色の苔で覆われ、ところどころには赤い苔の花も咲いていました。けれどもそれはいよいよ冷たい高原の悲痛を増すばかりでした。そしていつか薄明は黄昏に入り替わられ、苔の花も赤黒く見え、西の山稜の上の空ばかりかすかに黄色に濁りました。その時私は遥か向こうに真っ白な湖を見たのです。水ではないぞ。またソーダや何かの結晶だぞ。今のうちひどく喜んで騙された時、力を落としちゃいかないぞ。私は自分で自分に言いました。それでもやっぱり私は急ぎました。湖はだんだん近く光ってきました。間もなく私は真っ白な石英の砂と、その向こうに音なくたたえる本当の水とを見ました。砂がキシキシ鳴りました。
私はそれをひとつまみ取って空の尾行に調べました。透き通る福禄宝水の粒だったのです。石英安山岩か流紋岩から来た。私はつぶやくように、また考えるようにしながら水際に立ちました。こいつは華麗客の水だ、氷相当感なのだ。私はもう一度心の中でつぶやきました。全く私の手のひらは水の中で青白く輪郭を出していました。あたりがにわかにキーンとなり、風だよ、草の穂だよ、ゴー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 、こんな言葉が私の頭の中で鳴りました。真っ暗でした。真っ暗で少し薄赤かったのです。私はまた目を開きました。いつの間にかすっかり夜になって、空はまるで透き通っていました。素敵に焼きをかけられてよく磨かれた鋼鉄製の天の野原に銀河の水は音なく流れ、紅玉の小砂利も光り、岸の砂も一粒ずつ数えられたのです。また、その桔梗色の冷たい天板には、金剛石の壁界片や、西方玉の尖った粒や、あるいはまるで煙の草の種ほどの気髄症のかけらまで、ごく精巧のピンセットできちんと拾われ、きれいに散りばめられ、それはめいめい勝手に呼吸し、勝手にプリプリ震えました。私はまた足元の砂を見ましたら、その砂粒の中にも黄色や青や小さな火がちらちら瞬いているのでした。おそらくは、そのツェラ高原の華麗客湖畔も天の銀河の一部と思われました。けれどもこの時は、早くも高原の夜は明けるらしかったのです。それは空気の中に何かしら、そらずらしいガラスの分子のようなものが浮かんできたのでもわかりましたが、第一東の九つの小さな青い星で囲まれた空の潜水のようなものが、大変光が弱くなり、そこの空は早くも恒星から天瓦石の板に変わっていたことから、実に明らかだったのです。その冷たい桔梗色の底光する空間を、一人の天がかけているのを、私は見ました。とうとう紛れ込んだ、人の世界の面高原の空間から天の空間へふっと紛れ込んだのだ。私は胸を躍らせながらこう思いました。天人はまっすぐにかけているのでした。一瞬百余順を飛んでいるぞ。けれども見ろ、少しも動いていない。少しも動かずに、映らずに、変わらずに、確かに一瞬百余順ずつかけている。実にうまい。私はこう、つぶやくように考えました。天人の衣は煙のように薄く、その洋楽は、埋葬の天板からかすかな光を受けました。ははん、ここは空気の気迫がほとんど真空に等しいのだ。だからあの繊細な衣のひだをちらっと乱す風もない。私はまた思いました。
天人は紺色の瞳を大きく張って瞬き一つしませんでした。その唇はかすかに笑い、まっすぐにまっすぐにかけていきました。けれども少しも動かず、うつらず、また変わりませんでした。ここではあらゆる望みがみんな清められている。願いの数はみな沈められている。重力は互いに打ち消され、冷たい丸メロの匂いが浮動するばかりだ。だからあの天衣の紐も波立たず、また鉛直に垂れないのだ。けれどもその時、空は天瓦石から怪しいブドウメノの板に変わり、その天人のかける姿をもう私は見ませんでした。やっぱりゼラの光源だ。ほんの一時の紛れ込みなどは結局当てにならないのだ。こう私は自分で自分に教えるようにしました。けれどもどうもおかしいことは、あの天板の冷たい丸メロに似た香りがまだその辺に漂っているのでした。そして私はまたちらっとさっきの怪しい天の世界の空間を夢のように感じたのです。こいつはやっぱりおかしいぞ。天の空間は私の感覚のすぐ隣にいるらしい。道を歩いて黄金色の雲母のかけらがだんだんたくさん出てくれば、だんだん花崗岩に近づいたな、と思うのだ。ほんのまぐれあたりでもあんまりたびたびになると、とうとうそれが本当になる。きっと私はもう一度この光源で天の世界を感じることができる。私は一人でこう思いながらそのまま立っておりました。そして空から瞳を光源に転じました。全く砂はもう真っ白に見えていました。湖は六章よりももっと古び、その青さは私の心臓まで冷たくしました。ふと私は私の前に三人の天の子供らを見ました。それは皆霜を折ったような薄物をつけ、透き通る靴を履き、私の前の水際に立って、しっきりに東の空を望み、太陽の昇るのを待っているようでした。その東の空はもう白く燃えていました。私は天の子供らのひだのつけようから、そのガンダーラ系統なのを知りました。また、その確かに、高丹大寺の廃止から発掘された壁画の中の三人なことを知りました。私は静かにそっちへ進み、驚かさないようにごく声低く挨拶しました。おはよう、高丹大寺の壁画の中の子供さんたち。三人一緒にこっちを向きました。その洋楽の輝きと黒いいかめしい瞳。私は進みながらまた言いました。おはよう、高丹大寺の壁画の中の子供さんたち。お前は誰だい？右端の子供がまっすぐに、瞬きもなく、私を見て尋ねました。私は、高丹大寺を砂の中から掘り出した、青木明というものです。何しに来たんだい？少しの顔色も動かさず、
と私の瞳を見ながら、その子はまたこう言いました。あなたたちと一緒にお日様を拝みたいと思ってです。そうですか、もうじきです。三人は向こうを向きました。洋楽は木や橙や緑の針のような短い光を追い、薄物は虹のように翻りました。そして早くもその燃え立った白金の空、湖の向こうのうぐいす色の腹の果てから、溶けたようなもの、なまめかしいもの、古びた黄金、反射炉の中の種、一切れの光るものが現れました。天の子供らはまっすぐに立って、そっちへ合唱しました。それは太陽でした。おごそかにその怪しい丸い溶けたような体をゆすり、まもなく正しく空に昇った天の世界の太陽でした。光は針や束になって注ぎ、そこら一面カチカチなりました。天の子供らは夢中になって跳ね上がり、真っ青な寂静院の湖の騎士傾斜の上を駆け回りました。そしていきなり私にぶっつかり、びっくりして飛び抜きながら、一人が空を指して叫びました。ご覧、空、インドラの網を。私は空を見ました。今はすっかり青空に変わったその天頂から、四方の青白い天末まで一面張られたインドラのスペクトル製の網。その繊維は雲のより細く、その組織は金糸より緻密に、透明成長で黄金で、また青く幾億互いに交錯し、光って震えて燃えました。ご覧、空、風の太鼓。もう一人がぶつかって慌てて逃げながらこう言いました。本当に空のところどころマイナスの太陽とも言うように、暗く藍や黄金や緑や灰色に光り、空から落ち込んだようになり、誰も叩かないのに力いっぱいなっている。百戦のその天の太鼓は、鳴っていながら、それで少しも鳴っていなかったのです。私はそれをあんまり長く見て、目も暗くなり、よろよろしました。ご覧、青クジャクを。さっきの右端の子供が私と行き過ぎるとき、静かにこう言いました。まことに空のインドラの網の向こう、数知らず鳴り渡る天鼓の彼方に、空いっぱいの不思議な大きな青いクジャクが、宝石製の尾羽を広げ、かすかにクークー鳴きました。そのクジャクは確かに空にはおりました。けれども少しも見えなかったのです。確かに泣いておりました。けれども少しも聞こえなかったのです。そして私は本当に、もう、その三人の天の子供らを見ませんでした。かえって私は、草ぼと風の中に白く倒れている私の形を、ぼんやり思い出しました。
さて、アフタートークのお時間でございます。現在ね、配信の方では毎週月曜日にポケモン剣盾のシールドをすごい今更ながらにやっているわけなんですけれども、世間はスカーレットとバイオレットの話題で盛り上がっているわけでして、個人的に私はスペインが好きなので、そういう意味でも注目してるんですけど、いや、こないだ公開された、海ディグダーね、すごいすごいですね、あれね。なんかまだ令和になってもああいうデザインが出てくるんだな、すごいなと思いました。チンアナゴをああいうデザインに処理するのなかなかできることじゃないですよ、ほんと。あとあれはディグダのリージョンフォームとかじゃなくて、一応別種なのかな、どうなのかなという感じなので、ダグトリオ枠はどうなるのかっていうのも楽しみですね。なんかもう名乗しがたい何かみたいな感じにもなりそうですけど、ちなみに一応今のところコライドンがなんかドスドス走る感じ可愛いなぁと思えてきたので、買うならスカーレットかなと思ってるんですが、まあもうちょい様子見ですね。やっぱりね、ジムリーダーとか出現ポケモンの違いとかあるんでね、剣盾もメロンさん目当てでシールド選んでる人間なので、今後もちょっと情報は初めてリアルタイムで世間一般大多数の人たちと一緒に楽しみにしていきたいと思います。それにしても草ジムの人いいですよね。またすごいいろんな人の性癖に爪を立ててくるね、いいジムリーダーを投入してきたなぁと思いました。というわけで、今回はメールフォームからもう一つメッセージをいただいておりますので、読んでいきたいと思います。お疲れ様です。初めてメッセージを送ります。成宮さんがツイッターや配信などでお掃除が苦手そうにしているのをよく見かけます。私も掃除が得意ではないので、汚れを溜めては後で後悔しながら掃除しています。それで一つ質問なのですが、成宮さんがお掃除をする上で頼りにしているものや買ってよかったものなどはありますか？あれば教えてほしいです。そう、お掃除ね。ついこの間、これ取る2日前とかにしましたね。久々のお掃除と洗濯祭り。エアコンのね、クリーニングを業者に頼むのにあたって、どうしても室内に他人を入れないといけないので、まあね、という感じで。ちなみに洗濯祭りについては誤解しないでほしいので補足しておくんですけど、別に普段から洗濯を全然してないとかじゃなくて、出してはあるけどシーズン中に着なくてホコリかぶったりとか、部屋の匂いばっかり染みついたりみたいな、そういう服を洗ったり、あと、膝掛けとか目隠し布みたいな、あんまり洗わないやつを洗ったり、あと、これも絶対着ないだろうと思ったやつは捨てたりみたいな、そういうことをしました。干すスペースもないんでね、3回くらいに分けて洗いましたね。はい。で、本題の、お掃除する上で良かったものみたいな感じですね。そうだなぁ、コードレスのハンディークリーナーかな。うちはマジで本当に全くスペースがなくて、どれくらいないかというと、もう布団を敷くともう足の踏み場がないみたいな、なんで畳んだ布団の置き場所に困るみたいな、そういうレベルでないので、家で使ってるような掃除機は置けないし、家って実家ね、ああいう、まあ、普通の一般的な掃除機は置けないし、置いたところでこう動かすスペースもないんですよね。なんで実家出てからはずっとハンディークリーナーのお世話になってます。で、私はめちゃめちゃ髪の毛の量が多くて、となると当然抜ける量も多いんですけど、そのせいでたまにまあ、これも溜めちゃうんですよね。ダストボックスって言ったらいいのかな、吸ったゴミが入るとこね、これもこまめに捨てないで溜めちゃうタイプなんですけど、たまにあそこ開けて中のゴミ捨てようとすると呪いかってレベルの髪の塊が出てきて、ほんとびっくりしますね。まあ自分の髪だって分かってるんで恐怖とかはないんですけど、あれ本当にすごいなぁと毎回思います。
あと買ってよかったのは100均の排水口ネットですね。これはお風呂用で髪を取るために買ってるんですけど、実は前は粘着シート、目皿にね、直接貼るタイプのやつを使ってたんですね。でも、本来は定期的に外さなきゃいけないところを、もう全然外さないで。で、そのせいで結果的に粘着物がこう、風呂の目皿とかその周りにベタベタくっついて、溶けちゃってね、ついて、で、汚くなるみたいなことになってたので、今はもう目皿にかぶせるだけで OK みたいな、そういうやつを使ってます。と、あとはパイプユニッシュかな。換気必須なんですけれど、あれを使えば大体の汚れはなんとかなるので、なかなか掃除しないぜの強い味方ですね、やつは。そんな感じでいかがでしょうか。ワンチャンね、それもう使ってるし知ってるってのしか出てこなかったんじゃないかなと思うんですが、まあ、何かの参考になれば幸いです。といったところで、そろそろエンディングのお時間となりましたので締めていきたいと思います。入眠ラジオ今月もお疲れ様でしたは、毎月1回月末更新のコンテンツです。だいたい30分くらいを目安に、トークと朗読でお休み前にゆったりとした時間をお届けできればと思います。もしラジオで読んでも構わないメッセージがありましたら、概要欄にあるメールフォームからメッセージを送っていただけると幸いです。それでは、第21回目はこの辺で。今月もお疲れ様でした。おやすみなさーい。